もー、毎日ポジティブ15回目でございます。よろしくお願いします。そう、僕がスーパーポジティブティーチャー福地でございます。よろしくお願いします。ということで15回目を迎えました。ということは2週間が経って1日ということですね。2週間経って登録者数一体何人になったのか、なんと31人の登録者数になりました。ありがとうございます。初めは7人からスタートしてます。7人から31、約じゃないです、25人増えました。なんと続けて2週間続けたら25人の人が登録してくれたということですね。2週間やると気づくことがいっぱいあります。例えば視聴回数というのが分かるんですけど、最初僕がですね、この第1回目毎日ポジティブをやった時に1回目160ぐらい視聴回数があるんですね。じゃあ最近のは何回ぐらいだったのか。昨日の14回目、僕は令和についてポジティブなこと言ってましたが、6回。なぜこの差があるのか。もちろん最初に投稿したのはみんな始めますということで、どんな YouTube なのかと期待してみんな見ますよね。そこからですね、70回とか60回とか視聴回数が増えていって、あ、減ってたんですよ、減っていって、最終的に昨日は6回と。なぜかでも理由僕わかるんですよ。自分が Facebook とか Twitter とか LINE とかで投稿した記事に僕はコメント欄で YouTube を載せてたんですね。そうすると僕の LINE のタイムラインとか Facebook とか Twitter とか、それを見た人が一緒にクリックして見てくれるんですね。でも昨日のは一切何も僕は SNS に投稿せず、ただ YouTube を上げただけなんですよ。なので登録してくれた方にだけお知らせが来て、あとは僕がやってることは誰も知らない状態なので、昨日は31人の中でお知らせが来た6人の人が見てくれたということなんですね。ただ僕は単純に登録者数を増やしたくてやってるわけではないんですよ。これは毎日僕は続けると決めたことをしっかりとやってるので、全然 OK でございます。はい。あとは、僕という人間が影響力を及ぼす、いろんなことを活動しながら、僕という人間を知って、興味を持った人が見に来ればいいと思ってます。なので、あとはもう必然的に伸びると思ってるので、無理に今、自分がまだ影響力がない状態で、見てくれ、見てくれ、というよりも、これを続けることが大切だと僕は思っています。2週間この YouTube を続けて気づいた点まだあります。僕は喋りながら癖を発見しました。どういう癖かと申しましたら、喋る前にえーあーうーんというのを言ってるんですよ。おそらく喋る前にこのちょっとした間が怖いんでしょうね。なのでえーとかあーとかうーとか言いながら場をつなごうとしてるんですね。でもそれちょっと聞いてて聞き取りづらいんですよ。それをですね、すごく感じました。特にですね、僕が尊敬している講演家の方の YouTube を僕聞いてるんですけど、その人は一切の曇りなくバン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 ですね、喋るんですよ。それもほぼアドリブでその人喋ってます。それが差だと思いました。なので僕は今意識してあーとかうーとか今言わないように心がけながら今喋ってます。それを心がけなければずっと今まで通りあーとかうーとかえーとかっていうのをずっと僕は続けてたと思うんですね。でもその講演家の方のその話を聞いて気づきを得て、自分と比べた時にあ、これちょっと聞き取りづらいなと思ったので、僕はそういうふうに今反省をして、これからもっと聞き取りやすいクリアな状態で揺るぎなくですね、人に伝えていこうと、そういうふうに考えました。ですので2週間やり続けてくると、いろんなことを感じて、そして反省できて、
それでそれをまたシェアできると、本当にやってよかったなと思います。今回の視聴回数が何回かわからないんですけども、それは全然 OK、 登録者数も少しずつ増えていけば OK だなと思ってます。まずは自分がやると決めたことをちゃんとやり続けること、それが一番大事なので、結果が出なくてはやめようかなとか、どうしようかな、こういう風に見られてるんじゃないかなではなく、自分が決めたことをやり続ける、そして気づきがあった場合にそれをしっかりと反省をする、そしてそれを選択肢を変えて未来を変えていく、こういう風にですね、僕は生きてポジティブなことを僕はみんなに伝えていきたいと。なので僕は365日やると決めました。なので必ずやりますんで、これを聞いてる人、皆さんも何か決めたこと、目標、ぜひとも一緒に頑張っていきましょう。以上、毎日ポジティブ15回目でございました。ご清聴ありがとうございます。